振動したら振動しますみたいな、この子が動いてたらこっちもまあなんか影響されて一緒に動く。オキシトシンが出てきて、そうするとどうやらセロトニンとドーパミンが同時に出るっぽいです。で筋肉だから鍛えられるわけですよ、PC 筋も。友達が山行くのは仙骨神経、あの足の裏にもこの神経入ってて、足の裏からこう歩くことで、女性は別に修行しなくてもそれが できるってこと。男性はここ切れてるから修行してるんです。園井さんもじゃあフィクサーと同じで、これは誰にでも絶対できるという確信をお持ちという。あ、はい、はい、そう、それはそうです。はい、ミスロー TV をご覧の皆さん、こんにちは。現在ミスロー TV では、フィクサーついに悟るシリーズ、クンダリーニヨガ。フィクサーがやべえ、クンダリーニに覚醒しちゃったってなった、まあ、1ヶ月前にお話をいただいて、今、ミツロー TV でやってますけど、僕はその3年ぐらい前に、コロナ前か、3年ぐらい前に、出雲にいらっしゃいます、園江さんに、その話を全く聞いたことがあったので、あっと思って今回連絡をしました。園江さんにまず言いたいんですけども、うちの、ミツロー TV のプロデューサーのフィクサーさんなんですけども、本当、1ヶ月半ぐらい前に僕に急に LINE が来て、なんか、なんだったかな、こう、いきなりなんか、射精しないでいける方法を達成しただの、クンダリーニ覚醒がどうだの。で、それは脳内のホルモンの問題だから、誰にでもできることであり、科学的なことであるとか、ブッダもクリシュナも、多分キリストもみんな、その覚醒状態、単純だからオナニーの話をしてたはずだっていう。そう、そういうことです。神秘化されて、で、しかも性のことだから多分タブー視されて、ああいうふうに、なんだろう、密教だとか、または、クンダリーニだとかって名前でなってるけども、単純にあれ、オナニーの話ですよって僕言われまして、お、それは楽しそうだなと思ったら、さらにフィクサーが、これは手順を踏めば誰にでも絶対できます、ミツローさんっていう心強いお言葉をいただき、これまで覚醒だとか、そういうのって、彼方から訪れるまで、こちら側から何もできないんだ、みたいな、そんな、なんかふわっとした話だったけど、フィクサーがですね、すごい、もう具体的に、いや、違いますと。ここの神経がどうで、こうで、ああでっていう、そういう仕組みで起こることですって言われて、これはミツロ TV でみんなに伝えなあかんっていうことで、今、絶賛放送中です。で、その中で、あ、その園さんもそういえば3年前の同じ話を俺にしていたよっていうことで、そのフィクサーの言う、悟りの世界どっから入っても、エロから入っても、その瞑想から入っても、うん、どっから入っても行くとこ多分同じところで、どっから入るかっていうだけだと思うんですけど、まあ、ある意味中行きとか外行きとかオーガズムとかって、女性って90何パーセント知らないとか言われてるんですよ。そういうところって若干っていうか結構コンプレックスだったり、見ずに通ってきたり、秘め事にされていたりとか、タブー視されている部分で、特に日本。やっぱ自分の中のタブー解放できた時であり、そういうのってこう思考で行こうと思っても、絶対思考の範囲内で止まっちゃうんだけど、体で体験するともう真実としか繋がれないところが面白くて。それでなんか、その感じた世界を、それこそ誰でもできるものだからやろうみたいな。園井さんもじゃあフィクサーと同じで、これは誰にでも絶対できるという確信をお持ちという。あ、はい、はい、それはそうです。いや、だからここにほら、凡人とさ、この達人、聖人の差があってさ、昔からそうじゃん。ブッダの弟子にしろ、
こいつらはさ、あの誰にでもできるんだよって言うけど、結局誰もできないじゃんみたいな、この争いのうちに宗教が生まれて、あ、僕はね、短期間に2人から、まあ、さらに言えば最近1人出会ったから3人から聞いてるので、あの3人近くに現れたら、これは絶対できるって俺の中では思うんですよ。あの1人でも2人でも怪しいけど、3人そのできれば多分再現性めっちゃ高いような気がしていて、で何よりも信憑性高いのが、フィクサーはそもそも最初本の編集者さんで、あのミツロー TV やりましょうってこう持ちかけてきてくださった時は、多分悟りーダーの瞑想にも何の興味もなかったはずなんです、その時は。まあだから、そうか、神様とのおしゃべりを書いているからっていう感じのあれかな。で、まあとにかくそれで声かけてきて、とにかくこの時2人とも悟ってないね。で、園江さんもそうなる前、悟式リンパケアで何度か俺会ってるじゃないですか。で、その時園江さんも悟ってない。いいですか、皆さん、いいですか。今、この3つのあれが並んでる、並んでるわけですか。でも、いつの間にかこの2人が、俺はこう、あのまず園江さんから、あのこういうことできるようになったよ、しかもこれ、体のこうなんエネルギーだから移せるよって言われて、でその2年後にフィクサーも、水野さん、誰でもできますよって言って、あのなんていうの、置いていかれた感が半端ないし、でもそれが良かったのが、2人とも最初できなかったの、俺は知ってるから、あ、本当にじゃあ、2人が言う通り、まあ、2人が詐欺師じゃない限り、これは本当に大変。体現性があることなんだなと思って、ミツロー TV で今あの取り上げさせていただいてるんですけども。さあ、今日はですね、ちょっといろんな話が、実はこの前に、3名で10分間だけミーティングしたんですけども、その中でももう僕の中ではもうバズワードというか、すごいのいっぱい聞いちゃって、例えばあの、お腹の周りに脂肪があったら無理だとか、で、男がくんだりに覚醒を達成しちゃったら、男はきっと山の中に行って一人で完結してエネルギーを全部回しちゃうとか、女だから男とこうできるけどもだとか、で男と男ではきっとこのエネルギーは移らないだとか、もうより具体的なね、あのフィクサーに今まで聞いてたことをさらに具体的に園井さんから聞いたので、なんかいろいろまた教えてください、園井さん。先ほどのようなこと、園井さんがそのくんだりに覚醒に達したのはいつなの、何年なの。2年前の8月だったと思います。なのでその2018年から私がやってたことは、三大欲求を解放するってことをずっと。あのそういう意味では、なんか他に我慢してることがあったらなくならないかもしれない。三大欲求の何かに支障が出てくるんですよ、眠れなくなるとか。性欲は2回ですごいブロック強かったから、まあ、一人エッチをや、あのなんていうかな、やっていました、毎日。女性がいれば、男性は女性の子宮を介して自分をのその欠けているところをぐるっと、ま、回ってこれるんです。これでエネルギーがこうで循環すれば循環するほどエネルギーは拡大ですから、力を持つことになる。本当にじゃあ デブの人がさ、あ、おしょうら自身にとか、そうじゃん、おしょうら自身になくてもそれが できるってことです。男性はそこ切れてるから修行してるんです。ヨガの最高のその、まあ、マハサマーディってあるわけですけど、それって呼吸の停止ですか、あの意図的に。それで死ぬっていうのが最高のサマーディなので、最高までいったらそうなるでしょう。フィクサー今それを目指して、フィクサーが目指してるのは自殺なの、どういうこと。いや、何目指してか分かんないって言ったじゃん。自分も何してるかよく分からない。でもじゃあその修行をさしないと、男はつながってない子宮がある、皮下脂肪があっても、さっき言ったごめんなさい、女性をどう、女性を介してやっぱり振動を伝え合えばいいんだ、やっぱ。あ、そうです、そうですし、はい。女性と、ま、マグワウっていうのはエネルギーのマグワウです。別にセックスじゃなくてもいいですってことです。うん、だからほら、その絵さんとほら、なんかマグワウってわけじゃなくて、こう、手を触れながらやってくれたじゃないですか。で、その、レイビレッジでも最近女性にやってもらったんだけども、その、マグワウってるわけじゃないけども、その、俺のお腹触ってくれてたかな、多分。その振動をこう、音楽増幅すれば、お互いにそれになれるってこと。あ、そう、そうだと思います。それとそのホルモンの働きがバチってこう来るときに、やっぱり女性同士の平和な共振共鳴よりも男女だとガチャって感じだと思う。強いんだと思う。その力が。あ、やっぱ男女の方がいいんだ、そこは。男女の方が強いんじゃないかなって思います。今までのそのおじさんの科学的な解析だと、だんだんはまずないんだね。男はまずありえない。うん。あんまない。じゃあ、上々はまだあり得る、女。だって子宮あるじゃん、どっちも。うん、女は共振共鳴の感じです。マグワウっていうよりは共振共鳴。
自分の力をそれぞれが高まっていくみたいな感じ。ああ、はいはい、分かった。こいつが震えることで、どの音で震えるか、こいつもどで震えるってことね、結局。そうそう、この人も、まあ自分の音が分かってくるっていうのか。はいはいはい。共振の世界ですな、確かに。分かりました。で、男女の場合は男女の場合は、こう、ガチャだと思います。陰陽ガチャみたいな感じだと思います。ガチャってなって、どっちかというと強いエネルギーで、なんかそれこそなんかそのクンダリーニとかっていうのが、そうなんか螺旋描いて上で突き抜けるみたいなイメージなんだけど、なんかそっち系のイメージです、私の中では。あ、じゃあ女女よりもやっぱ男女の方がなんかそういうエネルギー的なやっぱいいの強いんだと思います、なんかそういう気がする。に対してごめん、じゃあ今男だけで完結してるフィクサーがなんで山にこもるって話だったんだっけ。いや別に何もやらないじゃないですか、自分の中が幸せだから。物もいらないし、女だけで悟った人はなんであれなんだ、その違いが分かってなくて、男の人が山行くのはそれはあの多分仙骨神経、あの足の裏にもその神経入ってて、足の裏からこう、うん、歩くことで副交感神経、仙骨神経の副交感神経が刺激されてお腹の中が揺れてくるんですよ、うん、歩くことで。そうするとこの前立腺とかお腹の中がどん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 振動するから、とにかく歩く修行多くないですか。なんか仙骨神経を俺は刺激して、はい、でお腹の中が揺れてるからつながってるんじゃないですかね。なんかこうほんなんかお腹ってことは何、太陽神経号だっけ、なんだっけ、お腹って何があるんだっけ。お腹太陽神経号、太陽神経号を震わせてそこからこうなんかここら辺の、うん、なんだろうな、消化体だろうね。はい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 。いや、今日一貫してさ、みんながさ、科学の話してくれてめちゃくちゃ嬉しいんだけど、やっぱ、これも振動の話だね。あ、ただ、フィクサーが前言ってた、あの、足の裏で。まあ、コスパいいっすからね。ただじゃないですか。ただ、ただで、いつでも気持ちよくなれるっていう、このコスパの良さです。やばい。園井さん、今日はありがとうございました。で、フィクサーさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。私のような凡人をいつの間にか追い越し、踏みつけ、見えないとこまで行くお二人をこれからも応援してますが、で、ここでちょっとお知らせがございます。ミスロー TV をご覧の皆さん、ミスロー TV に入っててよかったなという特典が最近ないよね、フィクサーね。ないですね。なので、ミスロー TV をご覧の皆さんだけにですね、この我らが大師匠である、フィクサーラジシーニさんと我らが大師匠であります、園江グルジェフさんがですね座談会をするして、でそれをまあ僕は本当頭の人間ですから知識しかございません、体験もございませんが、まあ僕の頭と知識でですね、お二人のこの崇高なね体験した世界観を、まあ、僕も役に立つと思いますよ。ある程度言葉っていうのはね、伝えるために必要ですから、こういうことじゃないかって知識で伝えるという、この3名の座談会をですね、ミツロー TV に入っている皆さんだけのためにやると、フィクサー。その場所をですね、ちょっと、伊勢神宮と出雲大社のちょうど中間地点にあります、レイビレッジという、陰でもない、陽でもない、振動が止まっている場所で、やらせていただこうと思いますので、ちょっとこれは乞うご期待ということで。その時は、しかもさ、今、これ、ズームだから触れることもできないけどさ、二人のこの呼吸法とかもちょっと練習できるかもしれないし、ピクサーのこの喉チンコの話もできるだろうし、壁をこうやって何、何この、苦を見つけるワークですね。はい、作用と、反作用の拮抗点を見つける作用とか、いろいろ面白いことができると思いますので、これも本当に今日は2人にお話聞く前よりも今本当になんか全てはやっぱごめんね、科学なんだなって思っちゃった。全然違ったらごめんね。あ、なんかこれ物理現象なんだなって思ってしまった僕がいて、自分でもまだまだ自分が何やってるかは分かってないし、開発中であるので、もしかしたらその1ヶ月2ヶ月後にはこの舌をね、喉チンコに入れるのはもう古いと言ってる可能性ああるあ、なのでちょっとそこで何をちょっとお伝えできるかわかんないですけど、今回の話を聞いてご興味があればぜひ実際に来ていただけると面白いことを見れるのかなグルジェフ、その絵はですね、体で感じてもらえる時間になったらいいなというふうに思います。はい。